はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールはヒロアカ忖度というわけでやっていくんですけども、今日からね練習機能が追加されたというわけで、今日は練習で5戦ほどやっていこうかなと思います。今日使っていくパーティーこんな感じでして、ラス枠ご覧ください。はい、ジャンプ地代表するイケメンちゃんがね、バラも滴るいい男なんですけども、今日はこのトドロキくん使っていこうかなと思います。っていうのも今の環境、ラス枠にジンデク、デクマイと限定カッチャンがたらふくいるんですよ。逆に弱点属性の黄色が全くいないんですよね。で、全員に共通してんのは、すべてトドロキくんが刺さっている。限定カッチャンは赤属性なんでぶっ刺さっている。ほんで、ジンデクとデクマイトは特殊タイプなんですよ。このトドロキくん、特殊タイプにクソキラーが入るんで、今週4枠目、割かしトドロキくんいけるんじゃないかなと思うんで、やっていこうかなと思うんですけども、1枠目、ユーマ、炭治郎義勇さんにてバフしていきまして、2枠目、限定カッチャンにて、バフ2つ解除しながら、ガード張りながら、4つあり。でもって3枠目、トーちゃんにて、必殺1個割りながら、チートで、必殺温存しながらラス枠息子で6個ありします。んで、レジェンドは定番の約束ムーブですね。やっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、しゃくれてます。というわけでね、モアイ像ありがとうございますなんですけども、ラス枠、はい、僕の読み通り限定かっちゃんいらっしゃいました。今現在僕78位ぐらいで結構上の順位帯にいるんですけども、この順位帯の人なかなかラス枠使ってるキャラクター面白いんですよね。ただ2枠目じゃなくて3枠目がごっつい怖いのは、2枠目も怖いんですけども、ユーマかっちゃんって確か攻撃タイプにキラーが入るんですよね。限定かっちゃん攻撃なんで、これバフ回追いつくかな。多分この布陣的にクソぶっぱパーティーちゃうかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう。あー、耐久パーティーかなら良かった、全然良かったんじゃないかなと思う。そんで今回、高校取っているんで、エンデバーで上からバフ回詰めるんで、おそらく3枠目はなんとかなるんじゃないかなと、まあ思いたいんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで、まあここはガード、まあかっちゃんまだレベル8なんで、友情 15% ガードしか詰めないんですが、まあないよりマシというムーブですね。最近ね、やっぱりこの2ターンガードの重要性分かってきましたね。んでもってバフ、ダブルバフ回積んでいきまして、ここどんだけ入るやろ。まあこっちは相手 29% ガードしてるので全然入らない。こっちどんだけ入る。あー、結構耐久追いついてんな。よかった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 。んーでもってあんまりダメージを与えることできなかったんですが、爆弾がここで刺さっていくんで、ここの火力もまあまあ出るんじゃないかな。まあただしかし、デクマイト青属性なんで、爆弾は属性関係あるんで、ここ有利属性取られているんで全然ダメージ入らないんじゃないかなと思うんですけども、この対面かなり熱くない？デクとオールマイトとエンデバーっていう、これもヒロアカを総長ペースするようなすごい布陣なんですけども、ここに関してはまあこんな感じで割っていきまして、チートヒゲオヤジ発動からの受話器先輩で、バフ回答と積んでいく。んーで、エンデバーでさらにバフ2つ解除していくんですが、ここどんだけ入るダメージ。オッケー、めちゃめちゃ抑えれているんじゃないかなと思います。ほんでここの爆弾どんだけ入る。んー、そうですか。アドバンテージはなかなかですね。ほんでこれ全回収されたらクソ厄介なんですけども、
あーこれ全回収されないよかった5個割りでも5個割りやからな。いやこれどうやろ。かっちゃんは特殊タイプじゃないんでキラーが乗んないんですよ。一応弱点取ってるもののキラー乗らないっていう、いやちょっと怪しそうな気がしますね。これは相手さんバフは 200% の必殺ダメ、まあ解除結構できてますね。50にちょっと目立っているんですが、そんでガード何パー、これガード何パーですか、見えない、こちら側225の必殺ダメはこっちの方が、頑張って、あーでもそんな詰めてないな。いや頼む、これ弱点属性うまいこと属性の暴力でいってほしいなと思うんですが、いかほどと強くね。あーこれはギリ、よっしゃー、マジでトドロキくんクソ強え。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、やっぱりトドロキくんめちゃめちゃ今週ラス枠刺さっているんですよね。さあよろしくお願い。あーまたモアイズ起きた。なんかねやっぱりこの練習モード順位が変わらないんで、順位はそのまま固定なんで、だから同じ人と当たることがまあ結構多いんですよね。まあでも全然いいね。めちゃめちゃこの練習モード楽しいですわ。もうこの練習モードを使った企画、今もう2本撮りました。はい、まあ、近日動画ね上げるんでぜひともよろしくお願いしたいなと思う。もう一日中動画撮れるっていう嬉しさめちゃめちゃあんねんな。だいたい僕深夜になったらマリオカートとかその辺の別ゲーの動画全く上げてへんねんけど、今ストック20本ぐらいあんねんけど、なんで上げてへんねんっていう話なんですが、まあ撮ってるんですよね。その時間をこれから決闘に避けるっていう、ちょっとねほんま冗談抜きでこれからガンガン決闘の動画、皆さんがもう飽きるぐらい最初のね 2,3 本はいいと思うねん。決闘の動画結構皆さん見ていただいてるんで、だからいいと思うんですが、10本20本上げ出したら飽きてくると思うねんな。ただそんな雰囲気僕も KY なんで、はい、出していこうかなと思うんでよろしくお願いしたいなと思うんですが、さっきは勝ったんですが、ただしかしさっきは高校やったんでね、これ結構先行後攻響いてきそうな感じしているんですが、大丈夫でしょうかっていうお話で、3つ割と、まあダメージ以下ほどなんですけども、全然入んない、素晴らしい。オッケーオッケー。まあ相手の方がダメージちょっと伸びてますかね。そんでこの友情で付与された列車がなかなかいってえな。ぶち割っていきまして、ここ受話器先輩でさっきつなげた方が良かったな。あーロジャー先に、あーもうめちゃめちゃ困惑している状態で、ここでどんだけダメージ入るかな。さっきは上からバフ回積んだんでなんとかなったんですけども、今回は先に殴られるんで、ここで結構アドバンテージ、さっき一応勝ったけども20万ぐらいしかアドなかったやん最終だから、今回それがちょっと効いてきそうな気がするんですが、いかほどというわけで、いやーやっぱ先に殴られたらそんな入るよね、さすがに。アドバンテージ40万とさっきと比べたら圧倒的に不利なんですが、これをぜひともひっくり返してほしいなと、プルスウルトラしてほしいなと思うんですけども、まあぶち割っていきまして、約束していきながらの、バフ何パーでしょうか。相手さん165の必殺ダメはデクマイトのバフ解除できているんで、まあいいんじゃないかなと思われる。こっち225の必殺ダメはさっきと一緒ですね。はい、いやどうやろう、これ結構やはり先行取ってしまったんが響いてきそうな
感じしてますね。そんで今回もどうせ、全割決められる。そんでさっきは全回収されなかったんで、ここ今回全回収されたら厳しそうな感じ。あー、されたかー。これはさすがに負けたかな。いやー、どうでしょうか。お、あー、無理やいや、このアドで負けたんちょっと悔しいな。やっぱじゃんけん上取ってたら今の勝ってたんじゃないかなと思いますね。いや、こうなったらもう一回当たってほしいねんけど、あの人と。ちょっと今一勝一敗なんでね、リベンジ。よしよしよし、今日何ですか、モアイデーなんですけども、よろしくお願いしますというわけで。いや、これは勝ちたいな。あー、でも先行取ってしまったか。いやー、さっきと同じ展開になりそうなんですが、パッチ発動していきまして、これはねー、これは先にクロロ発動するほかねーな。ほんでもって、ブチ割りの、まあブチ割り決まっていきまして、いや、このクロロの基本ダメージアップ活かせてないんでね、ちょっと今回相手にまた星を上げそうな気がするんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで。うん、ただトドロキくん、この順位帯なんで、このお相手さんも、お相手さんこの順位帯にいらっしゃるっていうことは、まあ銀ドクロ、銅ドクロ確定の方なんですよね。エンブレムこの方ちゃうんですけども、そんな方にここまで接している、接戦をお見舞いできているっていうことは、やっぱりトドロキくん力は本物なんじゃないかなって僕はそう思っているんですけども、まあ安定のバフ回決まっていきまして、まあここのムーブはお互いともに、そんなにっていう感じかな。お、今回相手さんのつながりがゴミってんな。こうなったらどうなるんや。これ邪魔プチくんやな。あ、これ皆さんご安心を。邪魔プチくんね、最近転職してYouTuber になったんですよ。1時間でチャンネル登録者1兆人いきました。はい、すーごい収益得ているんでね、人生の勝ち組と化しているジャマプチくん、これはぜひともお任せあれ、仕事してくれるんじゃないかなと思うんですけども、エンデバーじゃなくてロジャーでやっていきまして、頼むぞ。ほい、さすがチャンネル登録者、今現在1系になったんですけども、さすが世界記録保持者は伊達じゃないというわけで、で、ここで、うまいことここもバフ回詰めるんですけども、ダメージどんだけ入る？いやー、やっぱちょっと、上から殴らな厳しそうなダメージしてますな。ただしかし、爆弾。オッケー。アドバンテージは30万ぐらいか。さっきと10万。違うね。10万今回、これ着地等々いい感じ。あ、ものすごくいいですね。でもって相手さんのバフ、今回相手さんバフ全然ないでしょう。114、オッケーオッケー、さっきと50ぐらい違うわ。で、必殺ダメも全然詰めてないな。こっちは、さっきと一緒ですわ。おお、先生もうまいこと邪魔を消してくれたというわけで、んで、ここ、うわー、そこなかなか着地決まってんな。今回も確定で必殺を全回収されそうなんですが、はいと、全回収ですよね。いや、これどうやろう、全然ワンチャンあんねんけど。あ、これ勝ったくね？あ、これはギリギリ勝ったでしょう。シャイー！よし！運ゲーやな。やっぱこの順位帯で勝つには運も
味方にしないといけないですね。さっき負けたのは僕が先行を取ってしまったから、今回僕が勝ったのは相手さんの2枠目の割り方がカスやったっていうね。なかなかまあ運も実力のうちという状況なんでね、いいんじゃないかなと思います。さあよろしゃすというわけで、銅ドクロのお方と、なかなか怖いんですけども、まあぶち割っていきましてっていう定番ムーブ決まったんでいいんじゃないか。今これ何回やった、僕決闘練習なんで、あのチケットとかの消費がないから今何回やったかわかんないんですけども、まあ5、6回ほど今日はやっていこうかなと思います。だいたいね動画20分ぐらいなんで、決闘今現在動画14分とかそれぐらいかな、あと2回ぐらいやっていこうかなと思うんですが、この烈焼&バフっていうこのスザクめちゃくちゃ強いやんな。僕も天井覚悟で引いといたらよかったわ。ほんま今悔いですね、今年の悔いですわ。なんで取ってなかったんっていう。ほんでもってここに関してはこれ全回収できんな。あできるわ、素晴らしい。着地うまいこと決まっていった。ほんで相手さんこれ耐久じゃなくてクソぶっぱパーティーっぽいな。こうなったら、そうですよね。いやこうなったら僕のパーティーはどうなんでしょうかね。いやさすがにクソぶっぱには、しかも今回先行取ってるんで、やっぱりこのじゃんけんで泣くっていうの嫌ですよね。 OK、 ダメージこっちの方が入っている。ここ高校取ったら圧倒的に耐久勝って勝てたと思うんですけども、先行を取ってしまっているんでね、これどうなるかわかんないんですが、まあ自分の信じたムーブを、やるのみという状況で OK ですと。ゆうまかっちゃん、あー邪魔プチくん、先ほどジブリの曲100曲ほど無断転載してチャンネルバンされました。ありがたき幸せというわけでね、4つ割り。これどうやらどんだけ入る、ゆうまかっちゃん。こんだけの耐久値誇ってたらさすがに爆弾ではまくられないんじゃないかなと思う。あぶな、オッケーオッケーオッケー。んーでラスワーク、ジンデク、ジンデク特殊タイプなんで、ここ皆さん気持ちいい火力入るんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じでぶち割っていきまして、レジェンドもぶち発動していきながらの、これ耐久めちゃめちゃ勝ってんな。相手さんバフは217の必殺ダメ20と30だけ、こちら側271の必殺ダメモリンモリンと、これ通常か。必殺ダメ結構積んでいる。そんで特殊タイプにキラーが入るんで 465%、 これかなりダメージ入るんじゃないかなと思いますね。なんじゃそのクソ回復は。28万回復が、アドバンテージはこれ40万ほどですね。まあジンデクガード貫通するんでそこ結構怖いんですが、いやさすがに行くでしょう。耐久こっちの方が勝ってると信じたいんですけども、おほほほほ、クソ強っ。これがイケメン代表トドロキくんなんすわ。さあというわけでラスト1回やっていこうかなと思います。これで5回目ですかね。いやーこの練習モードマジで楽しいわ。同じ人しか当たらんな今日相手さんの名前でフルハウス完成したんですけども、モアイモアイモアイで次ガサコさん2連ちゃんよくわかんないんですけどもまあよろしくお願いします。というわけでさっき勝てたんで無事に今回も勝っていこうかなと思うんですけども、まあこの順位帯で勝ててるんで全然いいですね。そんで
この練習モードは初日には使えへんな。初日のなんか意味わからんパーティーがいる環境ではちょっとあんまり使えへんっぽいんですけども、今ねもう2桁順位にいるんで、まあ同じ人に何回も当たっても相手は強者確定なんでね、その方たちに勝てるんはもう気持ちでしかないんですが、今回こっち高校取ったんで、先ほど以上にこれ耐久結構できるんじゃないかなと思うんですけども、ガード等々ぶち込んでいきまして、着地もかみっている。こっちでいいかな、オッケー、ぶち割っていきまして、レジェンドも安定。やっぱりレジェンド約束めっちゃ強いやんな。この約束使ってる人最近ごっついほど見るんですけども、ダメージ以下ほどというわけで、さすがかっちゃん、オッケー、耐久ものすごくできている。あー、邪魔プチくん、邪魔プチくん、いつになったら仕事をしてくれるんですかね。ほんま誰か叩き起こしてほしいんですけども、やる気スイッチを押してほしいなと思うんですけども、4つ割と、ここの4つ割なかなかダメージ入りそうな気がするんですが、バフ回うまいこと詰めるので、オッケー、いいんじゃないかなと思う。ここのダメージどんだけ入るやろ。言うてね、ユーマカッチャン強いんでね、ダメージいかほどというわけで、あー、上からバフ回したらそんなにダメージ量違う、嘘やん。さすがですね。さっきアドバンテージ40万ほどあったけど、今回10万で抑えれてますね。さすがというわけで、着地かみるな。これは5個割か、あ、4つ割、これはもう確定で勝てたんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、おーっと待ってくれよ、これ着地、おっと待ってくれなんじゃこの着地は。この割り方した場合、必殺がクソほど盤面に、なんじゃそれ。ラストにして割り方クソっていったところで、まあただしかし5個割なんで、アドバンテージ10万しかないし、耐久こっちの方が勝っているんで圧倒的に勝ったんじゃないかなと思うんですが、いやー、トドロキくんマジで強い。